竹信部太郎から1930年4月26日は、明治、大正期を代表する日本の英語学者。稲葉国下田軍師をつむら出身。管理の名古屋英語学校で学び、札幌農学校の第4期生となる。卒業後は、長野県中学校言い出し校の英語教員、横浜英字新聞社やジャパンメールの記者となった。 東京で同窓の頭本元邸を創刊し、また主観として英語世界を主催した。青年は広告料収入などにより地道に発刊が続けられていたが、1904年にはジャパンタイムズ社内に英語青年社が設けられ、キアス太郎に青年出版事業を引き渡すこととなった。その後は再び教団に戻り、東京高等師範学校教諭。 そして1905年に、早稲田大学教授となる、同年、ザ・ジャパン・イヤー・ブック・オフィスから、日本初の本格的英文年間、ジャパン・イヤー・ブックを創刊。この年間は、日本統治下にあった、台湾、朝鮮、カラフと満州の情報を含む日本の政治、経済、社会、文化など、あらゆる分野の動向を詳細な統計資料とともに、 各館500から800ページほどにまとめたもので、戦中から戦後まで継続された唯一の英文日本年館である。ロンドン、ニューヨークに販売代理店を置き、海外でも広く販売された。1918年、日本初の本格的な和英辞典、竹信和英大辞典を表す。この辞典は、没後の1940年に、新和英大辞典と改題して刊行され、 現在に至るまで時点として、格好たる名声を得ている。ありがとうございます。